お、来た来た。すげえ寒い。早く来すぎちまってよ。多分30分くらいはここにいるんだよな。どこか店に入ってようかと思ったけど、連絡しようにもスマホ忘れててさ。はいはい、自業自得だな。待ち合わせてるのがお前じゃなかったら帰ってたとこだぜ。冗談だって。それより、そう、それバレンタインのチョコありがとな。寒さに耐えた甲斐があったぜ。これで心はポカポカと言いたいところだけど、寒いのは変わらねえな。このままだと俺が凍えて倒れるから、どこか店に入らねえ。お、付き合ってくれる？やった。温まれる場所ならどこでもいいぜ。遊びに行くのもいいかもな。何かやりたいことあるか？ダンスゲームか。俺のダンス経験がどこまで通用するかわかんねえけど、まあどうにかなんだろう。行こうぜ。なあ、見たろ俺の華麗なステップ。いや、別にほっとしてねえし、やれるって思ってたし。さ、次はお前の番だぜ。足もつれて転ばねえようにな。予想外のとこ来たな。いいぜ、体温まりそうだし。っていうか、そういうのを選んでくれたのか。サンキュー。お前のバットがすっぽ抜けて飛んでったのが一番ホームランに近かったかもな。冗談だって。さすがにあれは驚いたけどな。汗かきっぱなしで外出たら風邪ひくかもだし、フードコートで休んでこうぜ。寒っ。はあ、やっぱ外の風は冷たいぜ。ま、お前のおかげで今は身も心もポカポカだけどさ。今日は会えてよかった。チョコもサンキューな。またどこか遊びに行こうぜ。じゃあな。よ、待ってたぜ。今日は凍えてないって。1ヶ月前が嘘みたいに暖かいしな。じゃあお待ちかね。はい、これバレンタインのお返し。好みに合うかわからねえけど、好きそうなやつを選んでみたんだ。後で正直な感想を教えてくれよな。お前の好き嫌い覚えるからさ。